るかね。うん、そうだよ。ね、おでこがね、すごく頭とか近い。それが特徴。結構これ弱いよ。ちわーがあるけど。うん。壁に。頭なんかがちょっと寒いね。ナイフ。ん？ナイフとか。うん、そう。大きいな、これ。ピンクはどうしてた？ピンク！まず買ってみるんですね。
しいよ。おもしいよ。おもしいよ。Thank you.
Yeah.
食べた。食べ。Thank you.
Thank you.
お客様は出口
はい、皆さんこんにちは。本日はお越しくださいまして誠にありがとうございます。さあ、まもなくですね、ベルーガの不思議な魚の食べ方というイベントを行っていきますが、今回はこの皆様から向かってですね、左側の水槽の前で行っていきますので、皆様もしですね、右側の水槽にの前にいらっしゃるお客様いらっしゃいましたら、こちら側で行っていきますので、どうぞこの水槽を見える位置にお越しください。そして、なるべくですね、多くの方に見ていただきたいのですので、皆様一歩ずつ前に詰めていただいてよろしいでしょうか。ありがとうございます。そして小さなお子様も観覧されますので、皆様なるべく座っていただいてご観覧していただきますようにご協力をお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。ご協力ありがとうございます。はい、そしてですね、ベルーガたちも近くまでやってきますので、お写真バシバシ撮っていただいて構いませんが、フラッシュを光らせてしまうとベルーガたちがびっくりして帰っちゃうことがありますので、フラッシュはオフ、光らない設定にして撮影をしていただきますようにご協力をお願いいたします。そして、今皆様から向かって左手側の壁に、この今ですね、プロジェクターでこの水槽の上の映像が流れています。リアルタイムです。はい、ですので上でですね、今からトレーナーがベルーガたちに餌をあげていきますので、そんなところもですね、合わせてご覧ください。さあ、それではお時間まで今しばらくお待ちください。Thank you.